地元の人たちがどんな生活してるんだろうかなというのが好きで、脇道を 入りながらね、だからそれでもうバイクなんかっていうのは、あ、これおかしいなと思ったらすぐ U ターンできるしね。で、何よりね、あの車で道に迷ったって誰も相手にしてくれないんです、多分ね、地元の人。ところがバイクでね、立ち止まってヘルメット見てね、アナログの地図、私はナビ使ってないから見てたらね、みんなやっぱり一声ね、日本でもそうだと思いますよ、うん、九州に札幌ナンバーのバイクがどっか止まってたらね、うわーどっから来たなーって一声かけようという気になるじゃないですかね。車で来てたらレンタカーかなんかとかね、思われるけど、バイクのメリットはそれよね、バイクだと。あとはね、まあ、自転車だとかね、あ、リアカーでね、もし来てたら、あの、わ、こんなところで、まあ、そういうメリットはありますね。車では味わえるんですよね。車で変なとこ止まってたら、不審な車がいたよって言われるの、関の山でね、うん、だから、バイク野郎にはどの国の人も新鮮な何人かがウラジオストックからね、横断したから、まあ、その前にちょっとやっぱりユーラシア大陸横断しないと自慢できないないう意識はあったんだけれども、実はオーストラリアのアウトバックのところ砂漠走り、アメリカのアリゾナ、ユタ、ネバダ、グランドサークルいうところで、まあ、撮影でキャンピングカー借りて、まあ、小さいキャンピングカー借りて、もう何人も一人いないようなところ、もう走るともう嫌になってね、もうだだっぴろい同じ景色、もう嫌になって1週間、2週間同じ景色だもんね。行けども行けども人はいない、うん、それとね、フィンランドももう何だろう、まあ、平坦地でもう木が大陸渡って、そこを道路つけてるだけでね、もう景色変わらんのよね。だから面白く、うん、まあ、自分ではね、自分では面白くないから、これ多分ウラジオストックからモスクワのなだらかな高原の国かな、走ってもどうかな、楽しいかないう気は、楽しいなとは思えんけど、多分行けども行けどもそんな感じなんですよね。だから私はやっぱりどちらかというと山が好きね、山があるようなところは好きで、うん、だから今年もスイスもオーストリアもイタリアのあたり山岳部ね、でのんびりゆっくりとトレッキングしたいなと、気に入ったところを4、5日滞在してね、いいですね、まあ、そういうあれですよ、素晴らしい。あのやっぱりモンゴルはその行ったことないですけど、あ、行ったことないです、ね、モンゴルは気はないんですよ、あ、ないない、あ、そう、もう砂漠、やっぱり砂漠じゃないけど、あのね、急流地帯はあるけど、そう、草しかないよね、あそこはね、草しかないよね、珍しくて、全部芝生ですよ、あの分かりやすく説明すると、ゴルフ場もある、ね、山もあって、うん、あのそういう、岩山じゃないんですよ、うん、草山、草山、芝生を通るが弱くね、うん、人物さんがどうしてそのヨーロッパを攻めたのかというと、うん、そしてモンゴルの大平原でずっとこう立ってると、うん、ヨーロッパの方面に道の真ん中に通せる方があって、うん、でそこを通らなきゃいけない、通るためにはそこの国の、うん、ビザという通行許可書が必要でしょ、で通行許可書を手前の国で取る、うん、で取るんだけどその日本の大使館では取れない、うん、相手のこれから進む国の大使館に行ってビザを取るんですよ、でその大使館がどこにあるのか自分で探さなきゃいけない、でその先の難しさ、うん、ネットがない時代はね、そう、うん、今もそうですよ、で、あってもあっても大変です、行けないですよ、なかなかその、大使館にね、で、行くとこうやって申請しなきゃいけない、で俺なんか英語わかんないから平仮名で「すみません分かりません」って書いて、うん、出すよ、で、うん、目をつぶったりさ、でブソッとしてたらさ、目をこうしてしてみたりね、でそういうね、なんていうの、性格の人間の知恵やね、そうそう、人間と人間で相手の、うん、ね、良さを引き出す、俺は自分のことを出すだけ、でそこでさ、やっぱり人間と人間同士だ、人間同士があるんですよ、そうかと、インスピレーション、お前は苦労してきたのかと、
何年来た、もう2年かかってきたんだここまで、ね、でそういう言葉で、要するにさ、仲良くなるんだよ。仲良くなる言葉はさ、言葉じゃないんだよ、気持ちなんだよ。相手の気持ちを受け取ってその気持ちを返す、そのテクニックは言葉じゃない、ね、例えばね、俺よく小学校とか中学校で講演するときにね、皆さんね、英語の先生で素晴らしい発音があって通じないと、それ言葉じゃないんですよと。私は佐賀の佐賀弁でね、ナンバナンバしようとね、で言って現地の人と話ができる、これが言葉。発音がいくら綺麗でもそれは言葉じゃないんです。相手に通じて初めて言葉ですよ、うん、そういうの子供小学校中学校にはやるんですよ。だから成績がいいとか発音がいいとかそういうもんじゃないです。自分の気持ち、気持ちが相手に通じるかどうか、それが世界を旅する時の、ポイント、ポイントっていうのはね、一番必要なことじゃないかなと私は思いますって、そういう話ですね。その決めつけずにね、自分が怒ってるんだけど 100% 決めつけずに私は思ってます、ね、素晴らしいです。麻藤さんが言われたことは全くもうそのとおりだと思う。まあ、現役時代にね、まあ、私は私綺麗な発音じゃないんですよ。人間と人間のことだから別にそれは構わないですよ。で、そういうことでね、一番長くいたのは4ヶ月の時です。パキスタン、ネパール。4ヶ月か。4ヶ月。それから、フランスは6回ぐらい入ったかな、ね、ずっと。で、ヨーロッパ帰って、イギリス帰って、イギリスが戻ってきて、スペイン抜けて、アンドラからフランスに入って、スイスに入って、スイスから入って、次にまた抜けた走ると5回か6回で、ジョージア、アゼルバイジャン、あの辺回って、コーカサス山脈を越して、モスクワに入った。で、それで3回目、4回目はまた、その時は走り残した国を全部潰してた。アメリカ。僕は一度目ってことで、それで。ヨーロッパ、中東、ほぼずっと走ってない国、スコットランドまで行って、戻ってきて、で、アフリカの、モロッコ、モロッコも行ったから、チュニジア、イタリアから、チュニジアからイタリアにフェリーであって、フェリーから、イタリアから、ギリシャに抜けて、ギリシャからトルコに抜けて、トルコからレバノンです。レバノンというのは、隣はシリアだから。シリアは、ね、戦争してるんですよ、レバノン。レバノン、戦争？いや、戦争はしてないですね。戦争はしてないけど、シリアでしょ。そう、シリアはね、2001年に通りまして、まだその頃はまだ大丈夫。うん、で、今回行って、レバノンに行って、で、1回警察は2回か警察に捕まったんで、で写真撮ってたからね。で、要するに隣のシリア紛争地帯、でもう一つ隣は、イスラエルじゃないですか。で、もう戦争状態、イスラエルもいつかやられてる